満々ですね。やる気満々だね。まあ、元気選手もね、急遽試合が決まって、この日2試合目なんで、はい、まあちょっと、気持ち的にね、テンション上がりきってないところだと思うんですけど、逆にこういう仕掛けてきてくれたんで、一気に火がついたかもしれないです。まあしかし2人とも大きいですね。大きいですね。女子プロと思えないね。思えないね。これ2人見てるとと。さあ怖い人が来てます。鋭くね。ご主人見てますよ。しっかり見てますね。見てますね。はい。大丈夫か。わあ惜しい。こいつに。さあどうするか。精神的ダメージだった。やだ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 。本当にね、デビュー前で受け身が痛くてプーピー泣いてたのとか見てるわけですよ。今でこそあじゃこんでって威張ってますけどね、あのひょろ長くてですね、割と泣き虫だった獅子戸エリカの頃知ってますからね。そうだよね。それ嫌でしょ。やはり尾崎さん、はい、自分に置き換えてもそういう立場の人って嫌でしょ、やるのは。そうだね。私のあの時のことを知ってるんだよね、この人はと思うとね。っていうか、なんか、ね、変なことしたら怒られそうです。なるほどね。うん、まあ、尾崎選手たちはね、グラン浜田さんとか、ね、山本小鉄さんに教わったんで、うん、まあ、こういうリング上で対戦ということは、まあ、ほとんど ないんですけど。たまにさ、浜田さんもあやこの試合見に来てる時あるじゃん、はい、そういう時嫌だもんね。悪いこととかしてると俺はそんなこと教えてねえぞ。すんごい控室ですげえ怒られる。あー、なるほどね。お、そう、ここはどうか。お、あ、お、投げていく達者です ねまあ、生涯現役をね、宣言したことじゃないことですけども。今でもこのコスチュームで出てるじゃないですか、はい、まあ、比較的こう肌の露出が多いコスチュームなんですけれども、はい、この辺はね、僕むしろ若い選手見習ってほしいですよ、ね、ほうほうほう。やっぱり鍛えてないとみっともなくてできない格好だと思う。ああ、なるほどね。それだけ体のケアもしてるということですね。そうですね。おお、さすがに張り手はしませんね、アジャも。おお、かなり覚悟を決めてやったんだと思いますよ。何者もんだっちゃいましたね。いやー、やっちゃったっていう表情。ちょっと表情違いますよ。いつもよりね、違うよね。なんとなくこうかなびっくりという感じですね。おーっとっと、得点だ。まあフォールの体勢、カウントは2カウント。あの野郎じゃねえ、あったの。いや、やったなって言いましたよ。あ、危ない。この辺はね、やっぱりアジア選手もアジアコングという看板しょってますからね、はい、いちいち言葉で威嚇してるもんね。そうなんですよ、ね、さあブレンバッサー、おお、ここ返す、関西、お、関西を呼び込んだ。このコンビもまあほとんどひょっとしたら初コンビかもしれないようなチームなんですが、まあやっぱこんだけのキャリア積んでるとね、コンビネーションは問題ないでしょう。そうですね。お、捕まえた、元気が捕まえました。おー、さあジャガーに対してアジャバどうするか。もう一度ブレンバッサーを狙う。お、これをかわした、バックを取る、バックと取り返しそのまま押し込んでいきます。さあ、さあ突っ込む。お、ジャガーさん蹴ってるの。今パスンって言いましたよ。靴の本当に角っこで蹴るね。本当ですね。あ、針、コルバタみたいな感じだ。そうですね。ああ、ここは返されました。じゃあ、刺すかもけつくさ。何かちょっと腫れ物にね、こう触るような感じですけど。あ、でも今のバックドロップ厳しかったですよ。さあ、ここはどうか。後頭部から落ちました。ジャガー横田、カウントは2。ちょっと攻め込まれるとね、やっぱりこの中で一番体もちっちゃいですし、
一気に行かれちゃう可能性はあります。これを丸める込んでここでどうか。カウントは通過。ないですね。今度は振っていく、振らせない。これをかわす。おここでどうするの。スクールボーイみたいな感じを狙ったんですが、しかし上から体重を乗せる元気。でっかいな。大きいですね。ちょっと今アジア選手の攻撃のダメージまだ残ってますね。今元気選手が多分95キロぐらい、はい、100キロはないって言ってたんですよ。でもまあ女子プロレス界だからヘビー級ですからね、これね。身長もでっかいからね。そうそう、170以上あるでしょ。まあ、たまにミックスとかやっても全然男子選手って見劣りしないですからね。からね。元気と関西組んだら面白いんだよ。あ、そうそうね。そうですね。目的にも似てます、ね。おさあ、そして関西はこの試合で自らフォールないしギブアップを取らなくてはなりません。オーケー。さあ、この2人の戦い、あれも見ものです。今度は対角線、あんまりやってない気がするですよね。あ、なるほどね。そっか。ミドルキック、また噛んだ。重量感あふれる戦いです。オーケー。そう、バックドロップを狙うか。捉えています。元気ミサエ、どうでしょう。そしてこのチョップは強烈ですよ。ですね。これをエルボーで返す関西。逆水平、あ、これは効いたようだ。お、一心一体だ。これチョップに関しては日本の女子でも屈指の使い手ですよね、元気選手。あ、なるほどね。すごいチョップだ。逆水平の3連発。そうですよね。関西選手もラリアット得意なんですが、ミサイ選手のラリアットも強烈ですからね。スピアだ。スピアです。すげえ、この大きなスピアって。ものすごいこの肉弾相打つ戦いとでも申しましょうか。さあ、セカンドロープの上に上がりました。ここからエルボードロップ。これでどうか。硬いなカウント。カウント数元気選手というのはこうやって大型でパワーもあるんですけど、はい、非常にこうなんつうんでしょうね、頭脳派なんですよね実は。で、試合も割とこうリズムの試合をやるタイプ。そうですか。おっと、さあ今度、おっと、バックドロップだ。バックドロップ、あざのバックドロップ。硬い指、これでどうか。おっと、危ないかもしれない。この2人はね、対抗戦時代以来のライバル関係ですからね。そうですよね。おっと、上げるんだよ。すごいですね、クリスマスが。アルダル持っていきましたね。アジャで今何キロありますかね。アジャ選手は100キロ以上あるんですよね。関西ぐらい110はないんじゃないですか。100キロちょっとぐらいだと。尾崎さんはちなみに。私55ぐらい。倍。すごいですね。関西選手が多分95ぐらいじゃないですか。すごいことですよね、これね。3人合わせてもう300キロオーバー。さあ、スプラッシュ狙い。これを上げますか。おっとっとっと。さあ、ここから担いだぞ。場内と呼んでいて取っていった。入りました。カウント2。これダメージね、アジャの体重があるだけで、ね、そうで、体型的にね、こういう技が効くらしいんですよね。はあ、そうですか。普段やられないもんね。お、さあ、そして今度は、うわ、やだ。しかもその後戦闘みたいな感じで、ダブルダメージ、ね、ダブルでのしかかる形になった。これちょっとね、アジャの表情が今ね、かなり苦痛に歪んでましたからね。余裕ないですね。あ、これ効きましたね、はい、動けないっていうのは珍しいです。これ下手に起こすよりは、はい、そうそう、先に圧目狙った方がいいですね。うわ、これは、あ、今度は元気がもう必死にそれをアシストする。アジャなんとか蘇生、はい、ここで7式のなだらしてまで、うわ、尾崎さん、リングが壊れるかと思った。やだ、あの板割れそう。ね、ほんとそんな感じ。さあ、関西選手もちょっとこれダメージでかいですね。
まあしかしね、瀬山さんね、はい、クラスのプロレスラーが受け身がうまいとはいえね、あの高さから落ちるわけでしょ、この重量で。いやそれは大変ですよ、ね、お、勝手に立ち上がりましたダイナマイト関西。ってことはこれアジャの先ほどのフットスタンプのダメージがかなりあるってことですね。これアジャ選手はかなり効いてます ね今のも本当にもう決めるための裏拳というよりはもうとにかく追撃を逃れるための裏拳ですよね。厳しいですねアジャはね。これはタッチした方がいいんじゃないですかね、この状態だともう咳込んでますよ。ああこれ戦う本人は意地ですか、 ですかね、これね。ああまだまだ行きますね、タッチはしません。これもかわした、おお右のハイキック、そして今度おおジャガーから行く。いいところでいいアシストを見せる。あこれはグリーンフォールでしょ。ああ一応崩れましたけどね、当てましたよ。これでどうか、強引に決めました。はい、さあここは関西はチャンスですね、はい、これね、うまくアシストしましたねジャガーは、ね、そうですね。ここまであのアジア選手かなり大きい技続けてくらってるんで、はい、で今ジャガー選手が抑えてるようですから、これは上がらないでしょう。ここまで腰を落としてしまいました。あじゃ あここで今度は元気が入る。負けた片指の体勢でしょうか。あこれ ちょっと力が普段の裏手に比べると入んなかった、キレがなかったですね、ここはどうだボディースラム、エルボーですかね。最近アジア選手は結構これ決め技使ってますから、はい、ロープの上に上がる、さあエルボーと落とすエルボードロップ、抑えた、どうだ終わったかな、青ロップ、苦しいか、これもオズ入りがかかってなきゃ3つ入ってたかもしれないですね。あその意地がありますからね、お、あ、取りましたよ、はい、これ当たるも終わりでしょうね、さあこの一撃にかけます、アジャコリム、ノーブロック、おっと右のハイダー、これもブロックした、ハイディクダウンダウン、あいい位置ですよ、 そしてもう一度これ狙いますかね、2発目入れば、しかもアジアでしょ、何年ぶりかじゃないですか、ここでアジア選手からボール取ったの。